そしてもう何のシーンもなんか撮っていただけるとお聞きしたんですが、そうなんですか？全然ないから。土方さん、ありがとう。マイク回していいですか？前で。どんな男が出てくるんだろうか、初めてお会いする人はびっくりすると思いますけど、そう下手者ではありません。俺とかホタルを飛ばそうか、今俺とかにいっぱいホタル飛んでます。残念ながらホームページを見てもらうとお分かりだと思いますけど、この12日から非常事態宣言が発令されて、本当に断腸の思いで閉鎖しました。残念ですね。今俺とかの本人にはスイスイとホタルがいっぱい飛んでます。で、私たちはさっきスズメバチ言ったけど、まあたまたまスズメバチじゃないミツバチ言ったけど、ミツバチもスズメバチもホタルもみんな昆虫、マムシマオオダイショウもみんな我々と一緒に生活してます。そうした人なるべく仲良くね、みんなでこう自然と一緒に生活していこうという集団です。今日はお招き、いただきありがとうございました。土方と言います。ありがとうございました。突然とすいませんでした。そして真野圭一さん、はじめまして。ちょっとこれも小耳に挟んだんですが、面白いんですよ。2つほど得意技があるそうでお聞きしたんですが、音楽以外のことで。それだけそんなないです。聞いたんです。音楽は行くよりも悪いですね、はい、得意技というか、はい、普段は、はい、農業で。農業、はい、はいはい、キャベツを刻まれます。キャベツキャベツは聞いたりします。なんかすごくプロ並みだってお聞きしたんですが、そしてもう一つ、体操が得意、お得意なのか、体操。中学校の時 ね体操クラブでした。はい、オリンピックには目指さなかったんですか？いや、もう そんなレベルじゃないですよ。そのレベルはね、あのカバン作ってらっしゃるね、はい、あの旦那さん、あのカバンに今意外とされてますよね、はい、あの旦那さんがね、あの中京大学の体操部で、日清の方ですか？日清です。僕の先輩ですけどね。そうなんですか。もうすごい優秀です。僕はもう全然クラブの中でも一番下手くそぐらいで。そうだったんです。全然ただやってただけです、はい、実はね、今日キャベツを持ってきたんです。これ聞いたんですか？でもね、今日ちょっとお時間がないので、はい、キャベツ刻みはちょっと今日はやめますが、次回またよろしくお願いします。でもその情報で4日前なんですかね。すごいでしょう。いや、実はね、僕20歳の頃ね、20代の頃喫茶店やってましてね、キャベツを刻んでましたよ。どこで？とね、ゴルフ場の近くで。どこのゴルフ場ですか？あのゴルフ場。昔はね、あやめっていう名前の。ありました、はい、あそこ僕がやったんです。そうだったんです。5年間やってました。今もう64ですけど。そうなんですよ。22から27の5年間やってました。もう40年ぐらい前ですね。そうですか。その時キャベツ確かにジャガジャガ来てましたよ、まあうまいかどうかさくといきますよ。ね、まだいっぱいあるんですよ、お聞きしたことが。でも時間がないので、ね、今日はこの辺で、はい、はい、それでは真野竹竹バンドお二方をご紹介いたします。バンジョー、ギター、ケーナ、チャランゴなど紹介しての器楽演奏、農業に思いを込めたオリジナル歌曲、農業の楽しさ、大変さを歌い語ります。そして原発はなくしたい、憲法九条を守りたい気持ちを語り歌います。真野竹竹バンド、よろしくお願いいたします。なんかすごい紹介されてるんですけど、そんな大したことないんですけど、ただ日々ね、農業やってるっていうの。こちらは僕の相方の森口さんですけどね、森口さんがすごいんですよ。いろんなものを作って比べて、今日は森口さん中心にやりますので
竹竹バンドっていうのは森内さん竹持ってますでしょ。そこら辺から来てるんですけどね。仕事中の会社に入ってきて。あ、そうか、森内さんね。で、皆さん C ということで。はい。それではですね、プログラムに載ってましたですね、ランバダという曲をね、もうランバダってすごく、30年前ですかね、すごく流行りましたよね。だけどこれ、みんなが知ってます、知ってる人は知ってるんだけど、本当は元の曲がありましたね。勝手にあのグループがランバダっていう曲に変えちゃってヒットさせたんです。まあ、もともと歌ってた人はそれすごい有名にはなったんですけど、実はやっぱ裁判で歌いましてね、やっぱり本当に最初に作った人がやっぱり勝訴しましてね、著作権を払うということで、そういうことになったんですね。で、もともとの歌は泣きながらっていうね、英語のタイトルは何でしたっけね。ジョランド、ジョランド先生っていうのが、元の、グループが作ったカルロスっていうね、ロスカルロスっていうグループが確かにジョランド先生という曲を演奏したんですね、歌ったんですね。それをカバーしちゃって勝手に、カバーしたって言えばいいんですよ。黙って勝手に言ってワーッとヒットしてからこう全く一緒だったということが発覚しましてね、ランバダ、まあ、そんなことは。はい、じゃあちょっとランバダで山下さんが戻ってくるとか言って噂は ないですか。はい、さっき練習したばかりでごめんなさい。じゃあ行きます、ランバダです。ジョランド先生。
ちょっと紹介します。今までにその世界の民族楽器っていうのはですね、興味がありまして、旅先で求めたり、あるいは人からいただいたりして、結構増えてきたんですね。で、ご存知のように民族楽器っていうのは、その国とか地域とかね、特定の民族との結びつきがすごく強くてですね、その土地の環境とか生活文化の影響を強く受けて生まれてきたと思っております。で、まあ、本来音楽を楽しい時とか悲しい時とか、あるいは辛い時に歌ったともにですね、そういう民族の楽器があったと、まあ、勝手に思っているんですけども、まあ、ちょっとピアノとかは違って、結構ピッチが大事なんですよ。ええ加減な楽器が多いんですけども、中にはその何だろう、音を出すだけのね、音具って言ってますけど、音を出すだけで、楽しむっていう、まあ、本来もそれが音を楽しむで音楽の原点かなとも思うんですけども、そういうものをですね、楽器を集めてたくさん集めてきました。で、まあ、素材はほとんど竹とか木とか自然の皮とかですね、そういうものを使って叩いたり擦ったり、あるいは息で吹いたりですね、そういった音を出す楽器なんで、案外比較的資料とかですね、作りやすいで、今日、いくつか持ってきましたので紹介させていただきたいと思います。全てですね、まあ、竹にこう穴を開けるわけでも、まあ、軽なんで、ちょっとこれみたいなですね、ちょっと持ってきました。全部は手作りをしてます。で、これは南米のペルーボリビアのアンデス地方っていうところで、ポルクロレっていう歌のそういう呼び方があるんですけど、そこで引っ張れてるね、ケーナっていう楽器です。で、これは穴がこう6つあって、それが1つあるんですけど、まあ、日本でいう竹、向こうでカーナって足を使って、結構高いね、コンドルが飛んでいくとか、そういう有名な曲があるんですけど、こういうのが使われています。で、これは G 関係、普通の関係なんですけど、こういう、もっと大きな関係です。これはケナートっていう関係なんですけど、これちっちゃい弦があります。これも同じ弦なんですね。で、どの楽器もそうなんですけど、短くなると、音が高くなります。で、これはケナートなんですけど、僕はこれはでっけえなって言ってね、でこっちはじっけえなってそういうパーツでね、それは飛んでないと思います。で、今ケナの音はこういう音がちょっとなっちゃって、今回コンドルが飛んでたみたいな感じになったんですけど、日本でいうと尺八、韓国でいうと炭素とかね、そういった笛になると思うんですけど、最近ですね、尺八の世界も、まあ、尺八ってこう根っこを使ってね、結構ちゃんと調律したものは10万とか20万して、ほかで言うとひびがすぐ入っちゃうんですね。で、こういう鉛筆弾で作る、こういうので、まあ、親しみやすくて、まあ、ほかでもいいし、雨ざらしにしてもね、もともと水道管なんで、水道管なんですね、だから、雨ざらしでも全然なんともない、20年も30年もなんともなくて、音はなんかね、尺八に近いんですけど、どうしても素材がプラスこういう、まあね、ちょっと違う、ちょっと吹いてますね。音は、実は全然聞き方が違うんですね。
あのリコーダーとかなんか吹けば出るんですけど、この自分で歌口を作らないからね、この歌口によってね、もう変えないなんですよ。だからすごくあのちょっと時間が合わないとね、なかなかちょっとあのいいわけですで、まあ、これはあの普通に尺八で練習には全然問題ないですね。あのこれちょっと下手ですけど、で今ちょっとねあのどれくらいかな、少し前からやってるのはこれなんかご存知ですか。日本で平安時代ぐらいにから江戸中期ぐらいまでに結構流行ったっていう、これはね一人組っていう一人組の冬なんですね。一つの節の木って書いて一人組なんですけど、ここに節が一つあるんです。で一人組って言うんですけど。